はい、こんにちは、デカルです。今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第58号のが届いておりますので、早速作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それじゃあ開封していきますね。今回はシートの背もたれ部分ということですね。はい、今回ネジが4種類も入ってますね。で、これが背もたれ、例によってちょっと柔らかい素材ですね。はい、はい、それでは早速組み立てていきます。まずはこれですね、背もたれの方に、クッション材を入れて、で、これをこのように入れると。で、これですね、これがここに全部こう引っかかるように入れていくということですね。どっから入れるのがいいかな、ここかな。はい、こんな感じ。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じ。はい、そしたらですね、MP ネジと LP ネジとあります。で、MP と書かれているネジがこことここ。それ以外のところがこちらの LP ネジです。はい、で、背もたれのネジをですね、全部止めたら、次に前回までで作ったこちらの方ですね、こちらのシートと合わせます。はい、このように合わせて、ここですね、ここのところを BP のネジで止めます。はい、で、ここのところネジで止めたら、背もたれの後ろをつけて、さらにネジを2本、 BP ネジですね、ネジ2本で留めていきます。はい、このような形になります。で、こちらの、さらにシートの後ろの背面の部分をここにかぶせると。おー、シートだけでもすごいパーツ点数ですね。しかもなかなか高級感があっていいんじゃないですかね。このシートかっこいいですよね。はい、で、最後にここ、この部分にこれをつけると。で、ここもネジ止めするということですね。はい、はい、で、ここに入るのも BP ネジですね。 BP のネジでここを締めて、はい、これでシートが完成となります。おお、なかなかの高級感。後ろにはですね、そんなに思いっきり倒れる感じじゃないですね。こういう感じ。はい、で、この完成した椅子をですね、今度こちらの、内装パーツにつけるわけなんですけど、ちょっとこのレールがですね、動きがカチャカチャすぎるという問題をちょっと解決してみたいと思います。で、まず一回ちょっと外しますね。はい、で、このレールを止めているネジなんですけども、ここをまず一回外して、で、ここの、ネジを止めるところにですね、この補修用のですね、オーリングというのが売ってます。内径が 2.8、 太さ 1.9 というやつがちょうどいいかなと思って、こちらの方を用意しました。これをちょっと入れてみたいと思います。はい、単にここにですね、オーリングを置いて、で、ネジを締めるだけですね。で、今度はきつく締めすぎると、これがですね、逆に動かなくなるので、手頃なテンションまで締めます。まあ、要するにこう動かしてみてですね、まあ、このぐらいでいいかなって思うところまで締めれば OK ですね。ちょうどいいテンションで今動いてますので、大体こんなもんでいいかなと思います。はい、いい感じですね。で、これを後ろにつけておきます。はい、そしたらこちらの内装パーツの方につけていきますね。はい、で、この時に使うネジが GM というこちらのネジですね。このネジで留めるので、あらかじめネジ山を作っておきます。ここですね。
はい、これで運転席の方がつきました。こんな感じになります。なかなかいいですね。で、運転席のこのシート前後のですね、このテンション、こんな感じで、なんていうんですかね、少しこう抵抗のある感じでニュルっていう感じで動きます。はい、こんな感じですね。で、カチャカチャしないということですね。はい、というわけで今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第58号の方をご紹介しました。で、ここら辺のですね、内装の、ちょっとしたディテールアップの方なんかはこちらの方に動画がありますので、もしよかったらご視聴ください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。